さあ山頂に向かいましょう。今滑り降りてきたのが下のオリンピアゾーンの右下05番白樺サンダンスというコースです。そこから歩いて左のところですね、現在地というところに来て、ここから8人乗りゴンドラに乗って上のハイランドゾーンを目指します。お世話になります。すいません、ありがとうございます。ゴンドラで、ハイランドの方に上がっていってます。ゴンドラの中にはご覧のように昼ご飯の案内ですとか、リフト券の使い方、ゲートの通り方、などの解説があります。さすがに4月1日まあ空いてますね、まあ、9時、リフトゴンドラがスタートだったんですが、その前に来てたのは私だけでした。ハイランドゾーンの一番下です。ここがゲストハウススキーセンターですね。そしてここがゲレンデで、今日は残念ながら1023m 手稲山山頂付近は雲の中ですね。残念です。本来ならば山頂に行くと360度見事な景色が見えるんですが、今日はあいにくの天気です。さあここからはロープウェイで上がろうと思ったら、ロープウェイはですねもう営業を終わっているということなんで、4人乗りのリフトサミットエクスプレスというので山頂に上がっていきます。便利やわこれ。はい、ありがとう。本当に残念です。まもなく終点ですという案内が聞こえてきました。5分ぐらいですね。かなり早いです。山頂が1023m なんですが、その山頂のところにありますハイランドスキー場の一番上ですね。あ、着いた着いた。あ、電波塔がいっぱい立ってます。手稲山山頂の中級者コースですね、シティビュークルーズ、ここを滑ってみようと思います。なぜここかというとですね、私ここのコースが好きなんです。180万都市札幌を真下に一望に見渡せるという 1200m、素晴らしいコースなんですが、うわ今日は何も見えん。はい、コース全長 1200m、 最大斜度21度、平均斜度13度、中級コースとしては比較的簡単な部類だろうと思います。